どうしてここに。眠れなくて、いけませんか。山の上だぞ。どうやって。ガーランドと来たのか。彼ではありません。クプ。お前かよ。これは魔の気配だ。のんびり散歩してる場合じゃないな。セラ、ここを離れよう。安全な場所まで送る。神殿に戻りますか。神殿の中で囲まれたら逃げ場がない。動いた方がいい。当てはあるか。近くにモーグリの里があるはずです。里への道は通行止めだぜ。夜の魔物を警戒して、戸締まり用心、火の用心だ。だが恩人さんは運がいい。封印を解けるやつがいる。何を隠そう、この俺。クポ。おっと、お株を奪われちまった。ともかく俺なら封印を解ける。お友達価格でな。クポ。こんな時に金を取るのか。ただでいいですなんてやつの仕事を信用できるかい。魔物がうろつく場に道を開いて、恩人さんたちを通した上で里の安全を確保するには、それなりの手間と費用がいるってことさ。クパ。Thank you.
お前の夢は終わりだ。
腹だな、恩人さん。追加料金を取る気ならあとは王家に請求してくれ。俺はそこまで銭ゲバじゃねえよ。気持ちよく払ってくれたお返しに情報提供だ。この先にヤバいのが集まっている。姿はモーグリだがモーグリじゃねえ。恩人さん、恩人さん、どこにいるの？僕たちのこと忘れたくぽ。置いていかないで、助けてくぽ、助けてくぽ、恩人さん。助けて、クッポ。お前は、モグ。待って、この子、何かおかしい。疑うなんて、ひどい、クッポ。ほら、やっぱり。私の声が聞こえるなんて、普通のモーグリじゃない。え、あっ、寂しい、クッポ。真っ黒いやつか、クッポ。恩人さん、もう一つ情報だ。モーグリの里に特別なクリスタルがあるそうだ。そいつを使えば夜は終わるらしいぜ、クッポ。らしいにそうだか。怪しげな情報だな。そんなものに頼るぐらいなら俺たちがさっさと眠って朝を呼ぶ方が早いな。みんなが眠れば生誕祭の夜は明けるんだろ。みんなか。人間たちが眠っても魔物が目覚めている間は朝が来ねえって可能性もある、クポ。それなら魔物を眠らせてやるか。ふん、頼もしいね、恩人さん。死ぬんじゃねえぞ。あばよ、クポ。行こう。無理しないでついてきてくれ。
終わりだ。ソルジャーになりきれたかな。潰す。まだまだ。
俺は俺の戦術を生きる。釘バットでも楽勝だな。疲れたか？夜道には慣れてないだろう。大丈夫です。少し疲れましたが、不思議と眠くなりません。俺もだ。眠れる気がしない。まあ今眠気が来ても困るけど。魔物がうろついていますし。もし俺が居眠りしたら起こしてくれ。蹴飛ばしてもいい。それはちょっと。
遅いぞ。さっきから静かだな、エコ。気を利かせてるんだよ。余計なお世話って知ってるか。別に。
余裕っすね。終わりだ。
余裕っすね。